こっからが本番です。ドライブ24名場面名場面、はい、やってまいりました。お待たせしました。3週間もお待たせしてすいませんでした。はい、ただその間結構天気が荒れてたので届いたのは16本ということですね。はい、それでは、早速見ていきたいと思います。そう思ったよりはない。いやここの帯が黄色だったらね、本当そんなの出してる場合じゃないですからね。はい、さあ、それではまずはね、結構前だな、7月の24ですよ、はい、結構前ですね。月曜日のムーンから届いております。はい、庭さんが油断するとこうなる。それではご覧ください、どうぞ。ここからは久しぶりに庭さんも一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。テロップないしね、ネームテロップが出てないし扱いひどいね、本当にいやー、怖い庭さんね、もうなんかなんだろうね、肝が据わってきましたね。全く動じない。出た当時の丹羽さんは本当に生まれたての小鹿みたいな感じでキョロキョロしてましたけど、もう最近なんかね、挙動不審なところはまあありますけれども、いやね、もうなんか見れてホッとするってコメントまで来てますね、丹羽さんすごいですねはい、さあね、あ、なるほどね、イタッチに鍛えられたってコメントもありますねあ、そう、あ、丹羽さん T シャツってありましたね。あ、丹羽さんの生配信っていうのはなんかあってもいいかもしれないですね。あの人の天気の話っていうのはまあ分かりにくいですけれども、なんか情熱は伝わってきますんでね。そうじゃないいいかもしれないですよ。丹羽さんだけですあの他の人をこうブッキングすると疲れちゃうもんね、あの人だけって、はい、さあ、それでは続いてまいりましょう。2本目です。7月26日水曜日のモーニングから届いております。それではご覧ください。ビナッチが見た流れ星とは、どうぞ。いいですね、ニュージーランドデカポ。皆さんが行かなくても涼しいお部屋の中からデカポ流星を見れるっていうことですね。デカポ、おお、なんだいや、今流星かと思ったら虫が飛んできました流星なわけないでしょうか、流星なわけがない。あれ、音声でお楽しみくださいでいいな。何がどうなってんだ、音声すらなくなりましたあれあの後どう、一体あれ、あの後一体どうなったんですか気になりますね、リナッチに悪い虫がついたんじゃないかと気になりますね、どうしちゃったんでしょう。一瞬ね、音声だけになり、音声すらなくなりましたよ。ホクホク星人、もしかしたら虫を食べちゃったのかもしれないですね。パクみたいなやつですね。怖いですね。キャーとか言いながら、キャー美味しそうみたいな話だったのかもしれないですよ。さあ、それでは3本目参りましょう。7月26日水曜日コーヒータイムから届いております。タクトゥーザ映画は何ですかこれ、どうぞ。
ちょっとお時間があるとき見ていただきたい。私個人的に気になるのはこちらですね。来ましたよ、デロリアン来るんですよ。というあのバックトゥージャフィバックトゥーチャンバックトゥーザフューチャーバックトゥージャフ言えない、バックトゥバックトゥじゃダメだどうしよう言えなくなっちゃったバックトゥーザフューチャーあー、はいありがとうございます。そうですね、こちらの撮影で使われたです本人言えなくなったって言ってましたけど、言えたんですか？言えた試しは多分ないんだと思います。最初から言えてないんです、はい、言えなくなっちゃったっていうのは語弊がありましたね、はい、訂正してお詫びしますさあそれでは続いて4本目参りましょう。7月27日木曜日のナイトから届いております。お、何ですかポンコのポンコが詐欺疑惑。それでは参りましょう、どうぞ。それではここからは今日の番組の見どころを見ていきましょう。見てなかったですね。見どころは夏っぽいですね。これが今日の見どころです。今日は夏を意識しながら2時間お届けしていきますよ。この子かわいい、この子誰、私私私ですよ、ほら私でしょ、これ誰そういうことか私ほらあれなんかちょっと違うあれ並べないでよ、あれあれちょっと違うかもしれないあれあれあ、ちょっと違うかもしれないやっぱ違うじゃねえかってコメント詐称してますねすいませんちょっとちょっとプロフィール詐称してますねこれね、ちょっと違うかもしれないああ、フォトショーでいじったやつです子供じゃねえかってコメント来て子供じゃないよあれ完全にそうですね、フォトショーですね、あの空間歪めてるやつですよ、ギュッてシュッてやつですね、はい、顔の大きさがまるっきり違いましたよね顔シュッてなってましたし、すげえちっちゃくなっちゃう、はい、完全にプロフィールを偽造してましたね、はい、こちらも訂正してお詫びします、はい。さあそれでは続いて参りましょう。7月の28日金曜日のモーニングから届いております。こんなとこに進撃の北北星人ってなんとなくもう分かりますね。それではご覧ください、どうぞ。おはよう、今日は金曜日です。今日も頑張るぞ、えいえいおー、いってらっしゃい。お、えいえいおーが使う。おはよう、今日は金曜日、なんとプレミアムちょっと予想外のところに出てまいりましたね。これは予想ができませんでしたね。あの通常の黒までね、黒の天気のところ収録でまたでっかいのが出るのかなと思ったんですけど、まさかここで出るとは。振り返り的なやつですよね。あ、振り返りじゃないですね、あれね、おはようのやつですよね。まあびっくりしましたね。これはびっくりしました。うん、そうね、なんかリクエストっていうのが多いですけどね、ちょっとまだ後が控えてるのでね、あのここは一旦スルーしますけどもね、はい、進撃でしたね今のはね、はい、あ、来ました、今回レベル高いっていう何のレベルですかね、何のレベルが高いですかね、レベルが高いいただいてきましたけどね、はい。さあそれでは続いて参りましょうか。まだ7月ですからね、8月迎えてないです。7月28日金曜日のムーンから届いております。それでは見ていきましょう。アオリンとボッコちゃんの因縁、どうぞ。
メールありがとうございました。ということで皆さんもお帰りメール紹介させていただきました。皆さんありがとうございます。ポコちゃんありがとう、ポコちゃんありがとう、ありがとう、ポコちゃんありがとう、ありがとう。はい、やめてやめてやめて。もっこちゃん、もっこちゃんがやめて。やめて。言い方がちょっと。もっこちゃん、もっこちゃんなんか休んでる間になんかあれだね、あのなんかこう言いたいことをちゃんと言えるようになったね。やめて。そうか、夏休み明けのぼっこちゃんだ、はい、あそこね、あの首ほんと叩かないでほしいんですあのクラクラしてますけど首ほんとね、ね、もう NG とか取れたら大変ですから放送的に大変ですからね、あそこが取れたら、ね、はいさあそれでは続いてまいりましょう。7月29日土曜日のイブニングから届いております。天使は苦手を克服できなかった、何でしょう、見ていきましょう、どうぞ。では最後3点目は高知県のウェザーリポート動画です、こちら、苦手な人も多いはず、でもなんだろう癖になる。この動画を見て気づいたら苦手だった人は克服しているかもしれない、それではどうぞということです。え行きましょう。あ、セミか、セミがいます。お、頑張ってます。あ、なんかちょっと近くではあまりちょっとあれですねあ、ちょっと、すごいお尻振ってるね、これね、うん、やっぱちょっとちょっと着しないえ、だちょっとやっぱ途中怖かったですね、克服できなかったです、はい、うん、ちょっとあの見なくてよかったですね、はい、虫苦手なんだあー、そうなんだね。いや、僕今日はあの子供と一緒にあのいろいろ捕まえに行きました。この間この間再放送されたあの NHK のあの E テレさんの方の昆虫すごいぜっていう番組があるんですけど、あれは子供と一緒に見て、あのカマキリ先生って今呼んでるんですけど、カマキリ先生のあの蝶々のあの捕まえ方っていうのをすごい練習してて、返しがすごいあれを見てたんで、今日あの早速子供と一緒に捕まえに行きました。セミ捕まりました。セミとトンボとチョウチョとバッタとカニを捕まえましたね。で全部あのちゃんとあの見て観察した後にこう逃がしてあげて、はい、カニもいましたよ。サワガニ、サワガニいました、はい、これこれちっちゃいやつですよね、はい、でしきりにカニを料理したい料理したいってうるさかったんですけど、ダメだよダメだよ、そんなの殺しちゃダメだっつって、はい返しましょうっつってもうとにかくカニ、なんかあの YouTube でカニをさばいて料理するっていう動画を見てたんですよ。なんでカニをね料理したい料理したいってうるさかったんですけどね。いやーね、夏はねやっぱね昆虫いろいろいますね。女性やっぱねちょっとね難しいのかもしれないですけどね、子供大好きですからね、はい、さあそれでは続いてはこちら、7月30日日曜日のイブニングから届いております。ななちゃんも赤ちゃんに挑戦って、挑戦しないでください、はい、それでいきましょう、どうぞ。花火の360度動画の生中継もあります。
ということで花火についても見ていきたいと思いますし、皆さんからいただいているリポートや動画もご紹介していきますので、ぜひぜひこの後も見てください。それでは募集していくものを確認していきましょう。あ、完全にやってますね、はい、完全にラインナップ、完全に今入りました。ラインナップ出ません、ラインナップ、あ、出ました。一番ウェザーニュースアップデート、各エリアごとに明日の天気を確認していきます。続いて2、いやイブニングですからね、まったりとしたいい時間でしゅ、はいこれはね、計算じゃないかっていう疑惑のコメントが今入りましたね。これ計算ですかね。いやあの人は天然ですね。高山選手と江川選手は天然、もうド天然ですね、はい、計算の余地がないですね、はい、計算できないって言ったらちょっとね、あれなんか語弊がありそうですけど、天然ですね、はい、ねえ、まあ、やっぱ松雪プロと山岸プロはね、計算高いですからね。まあ山岸プロは計算してるのがバレてますけどねもう計算してるところを見せて計算尽くしでやってますからね、はい、それでは今のもなかなか高得点でしたね、マシュって言ってましたね、はい、さあそれでは続いて参りましょうか。本日9本目になります。お、ついに8月入りましたね。8月1日火曜日のナイトから届いております、ラスボスの貫禄、お、計算を見せるんでしょうか。それでは見ていきましょう、どうぞ。はい、ということで、そろそろコーナーに行きたいと思います。ここからは気になるリポートです。おや、ラスボスと言いながら、皆さんから送っていただいたウェザーリポートの中で私が特に気になったものを紹介していきます。では見ていきましょうそういうことか。まずは岡山県岡山市のりかちさんからのリポートですおっとあれなんだ、普通に出てきたぞこれ何普通に出てきてんだ今ね、ずっと待っててくれたからずっと待っててくれたから、あ、アイリーさんやっと帰って、なんかね、申し訳ない、待たせてって思ったら、なんか普通に切り替わる前に出てきたからびっくりしちゃう見る前から、素で出てきましたね完全な素の顔してましたね今全然もうね、いつでも入ってきてください、アイリンさんありがとうございます気になるレポートです、はい いやー、計算する前の顔が今見れましたね、普通にスーッと入ってましたよね。あー、俺はもう人間国宝須田さんのね、能の前に匹敵するかのごとくね、あれ途中で気づいたからね、伝統芸にはねちょっとねならなかったですけど、途中で気づかず置いてそのままスーッと帰っていったら伝統芸でしたね、完全な、はいいやー、今週はやばいですね、大丈夫ですかね、ソライブ怖いですねさあそれでは続いて参りましょう。本日10本目になります。8月2日水曜日のムーンから届いております、泉閣下の相撲部屋入門店、タイトルがよくわかりません。それでは見ていきましょう、どうぞ。こんな予定じゃなかったのに、よし、あ、すいません、すいません、失礼しました。いや、戻ってきました。これすごいですよね、ちょっと気づかなかったんですけれど、15階にあったんですよ、うん、あ、倉庫ね、15階って言っても分かんない。これは、はい、みんなで四股踏みをして、うん、
ちょっと揺れを感じてみようっていう。ああ、ゾラ博のワークショップですね。あ、なるほど、なるほど。いい感じですか。斜めがいい。すごいですね。こんな感じなのか。合ってますか。合ってないですね。合ってますか。やりますよね、最後ね。そうそう、合ってませんって言われました。もう本当ね、あの日本の文化をもう少し勉強した方がいいですね。はいはい、あのこんな歌舞伎ですからね。はい、見え切ってましたね。全然違いますし、あのなんかこういうのやってるんですね。あれはね、あの心って書いてるんですよ。そのね、あの感謝の気持ちをね、それもう本当に今度仕込んでおきます。日本の伝統芸をね、はい、須田さんに教えてもらった方がいいかもしれないですね。舞い方とかね、はい、さあ、それでは続いて本日11本目になります。8月2日水曜日のムーンから届いております。連続だ、連続ですね。泉閣下は出だしで迷う。ご覧ください、どうぞ。同じパターン。現在時刻は21時3分を回っております。全然喋らなかった、ごめんなさい。ごめんなさい、時刻はっていうのと現在っていうのがちょっと混ざっちゃいました、ごめんなさい。なんですかね、歌い出すのかと思ってね。ぜ、なるほどね、はい。いやね、ベテランの味ですね、本当にね。うん、あそこでもう、あのもうしょうがないっつって、もう四股踏んだら勝ちですよね。よいしょーみたいな、さあそれではみたいな感じでね、はい。まあ、あの芸人さんではないのでね、はい。さあ、連続で飛ばしてきましたね、泉閣下も。それでは本日12本目参りましょうか。8月4日金曜日のコーヒータイムから届いてきました。なんだかんだで2人は仲良し。それでは見ていきましょう、どうぞ。以上、気になるリポート紹介しました。なんか急にね、あのさっさに負けっていうのをカンペでまたもらいましたんで、早めにねちょっとしてみました。すいません。さあ、それではここからはですね、最新の天気確認していきます。予報センターの宇野澤さん。あ、山下さん。はい。あ、ごめんなさい、なんか名前間違えちゃったみたいで、すいません。いやいや、大丈夫、僕怒らないですよ。あ、ちょっと、まあ、そうですか。ちょっとすいません、戦闘モード、怒りん坊みたいな感じ。戦闘モードに入りました、ね、さあ、それでは最新の天気。何ですか今のは。この牽制級のこう投げ合いみたいなのね、フェイントフェイントみたいな。一瞬スイッチ入りましたね、びっくりしました、はい。おって言いましたよね、はい。さあ、本当に仲良しなんでしょうかね、分かんなくなりましたね、はい。さあ、それでは続いて本日13本目になります。8月9日水曜日のモーニングから届いております。ティナッチのモノマネ入門見ていただきましょう、どうぞ。そう、なんかね、夏になるとそういうのがあるみたいで、すごいピカチュウだらけになって、船にもピカチュウが乗ってたりとか。そう、ピーンピカですね。ピカチュウね、子供に人気なのでね、子供喜びますよね。私ピカチュウのモノマネしたことないですよ、できないできない。どうやってやるんでしたっけ、なんて言いますっけ。あ、あれよね、イーチューってやつですよね。知ってますよ。じゃあ顔を映さないならちょっと挑戦してもいいですけれど、いきますよ。ピカチュウ。
何それ何これ今の何チーンってほらチーンあれそんな渋いやつだったっけピカチュウってほらでも結構似てて笑ったってコメントモンスターボール投げたくなりましたどこが普通似てる似てますやったーボルトの声だよ挑戦した甲斐がありました技出してる時のねああそれだったらもうちょっと力入れてよね まだまだですねこれからでもね名人芸ですからねスティッチはすでに、ね、ピカチュウもね今頃練習してるかもしれないですよはいさあそれでは続いて参りましょう8月11日金曜日のアフタヌーンから届いております天使とリボンちゃんと山見ていきましょうどうぞ今日のリポートポイントのおさらいからいきましょうはい青空の割合雨降りそうの2つを朝のモーニングの時点でですねお伝えしておりましたはいじゃあ裏におはキャッチ載ってるんで今日もね見ていきましょうかはいじゃあ今日はこちらじゃん今度天気のいい日に一緒に山へ行こうえ何どうし何これどうなってんの山に なったんですかねリボンちゃんは山になられたようです、うんね、友達もできて、うん、楽しそうで何よりなんですけどねちょっとそうですね、まあ、でも笑ってらっしゃるんで一回リボンちゃん書きましたよね多分なんか山を付け足した感がありますがまあいろいろ気になりますけど、うん、あなんかブロッコリーみたいなの生えてますあこっちもあったブロッコリーが 1,2 うん、まあ、今日も癒されましたねはい。今のはーいは保育園で子供たちをたしなめるみたいな先生のねはーいじゃあ次行こうはーいみたいなね感じでしたね。はい。あ日曜ナイトがない時間に。あおはキャッチ。ああそっかそっか面白いリボンちゃんが結構いたとあちょっとだけピックアップしたやつがあるそうなのでそれじゃあ見てみますかはいそれではお今日も暑いね夏バテに気をつけてねあもう体ぐちゃぐちゃですね大丈夫ですかねどこがどうなってるのかよく分かりませんはい次いきますもうなんかポストに目がついて目つぶししてますもう何ですのこれあ流星のポストにいたずらしちゃってやめてくださいやめてくださいもうなんか目が潰れてますはいそれで続いてあれ何リボンちゃんってちょっと潰れてるの丸じゃないの横から見たらあれ平べったいんだ顔がはいこれ何ですかこれお化けですかうなぎかうなぎリボンちゃんですか気持ちよりもうすでに妖怪じゃないですかやめてください、はい、怖いですね
もう妖怪ですわ本当に。怖っ、リボンちゃん怖い。さすがもう夏はね、階段ですから一気に涼しくなりました。あの絵見てね、流星のポストの目つぶしするわ。もうなんか目からなんか出てましたもんね、あれね、絵が。怖いですね。はい、ありがとうございました。いやさあ、それでは本日あと2本になります。15本目になります。8月11日金曜日のムーンから届いております。衝撃イタッチの前髪、ご覧ください。どうぞ。昔からおでこ出しですか？そうですね、ずっと。私逆に前髪パッツンが似合わなくて、本当に何回かやったことはあるんですけど、必ず言われるのは、なんかパッツンにしちゃうと普通柔らかくなるじゃないですか、前髪作る。ああ、そうですね。女の人って、私の場合すごいきつくなるんですよ。なんかモードっぽくなっちゃうんですよ。それはそれででもかっこいいですけど、モード。モードいいじゃないですか。女の子らしくなるはずが、私の場合はパッツンが本当にきつくなってしまって、あ、でもソライブもやってる時もやったことありますし、見たことないな。まだ私がいない時、そうなんだ。やったことあるんだけど、検索すれば出てきますかね。あ、どうだろうな、画像とかでもしかしたらバーって出てくるかもしれないんですけど、見たいな。でも、そうそう、前髪がない方がなんかこう通ってる感じがしちゃうな。あ、やだ。もうでもめっちゃ可愛いじゃないですか。可愛くない。可愛いですって。しかもこれ若いし、可愛い。え、これイダッチさん、ね、おいくつぐらいの時ですか？30くらい。すごい可愛いですよ。え、なんか本当に前じゃないハーフさんって感じ。いや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 、ハーフモデルさんみたいな。今より5年くらい前です。戻ります。いや、全然前髪あった方が優しい感じでしたよね。全然今の方がきついとは思いますよ。はい、あ。きついって、別にそういう意味じゃないですよね。性格がきつそうっていう、そういうことね。はい。いやー、素晴らしい30歳ね、お写真だと思いますよ。さあ、それでは本日ラストになります。8月12日土曜日、スターに新しいキャラクターが登場、見ていきましょう。どうぞ。何やんだっけな。お、なんだ今音流れたな。まさか流星が、お、来たのか、来るのか、まさかマドマが、おお、来た、これ来たぞ、誰だ。来たー、誰だこれ。アフロディーテイズミーン、来たこれ。あー、すいません、どうも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 。あれこれそういうことか。そういうことか。お名前、すいません、お名前は。アフロディーテイズミンです。アフロディーテイズミンさん、はい。テロップ大丈夫。あ、これね、これアフロディーテイズミンさんですね。あ、これ、いや、なんでこう今これどうやって来られたんですか、こちら。すっごい遠かったです。すごい遠かった。あ、すいません、なんかキレ気味、キレキャラなんだよ、基本的には。で、遠くて何でここまで。いや、ペルセウス座流星群。ペルセウス座流星群に振り替え間違えちゃったんですよね。間違えちゃった。すごい遠かった。あ、乗り換えみたいなして、ちょっと寝過ごしちゃって寝過ごしちゃって。あ、これはあれですか、あ、ア
フロヘア。アフロディーテです。アフロディア、ごめんなさい。アフロディーテだからね。それはアフロだよ。アフロディーテ。アフロディーテだから。おお、これはアフロディーテさん。アフロディーテってあれですよね。あのギリシャ神話っていうか。ね、僕ちょっとなんだっけな。あったあった。アフロディーテ。アフロディーテでウィキで、はい、ちょっとこれなんですけど、ちょっと撮れますかね、はい、アフロディーテ、はい、これですけど大丈夫ですか大丈夫ですか概要ね、これですね、ヘーシオドスの新陶器によればクロノスによって切り落とされたウーラノスの男性器にまとわりついた泡から生まれたって書いてある。ウーラノスの男性器にまとわりついた泡アプロスから生まれたというふうな。そうです。でアフロディーテ大丈夫無理だ。あね、ということで新しいキャラクターが生まれましたけれども、これはね、まあ、放送コードというかね、本当に BS では流せないような内容だったんですね。はい、まあ、ストライブスターがですね、これから裏番組としてやるっていう、ね、宣言だったと思いますよ。はいはい、泉も大変ですね、大変ですね。はい、さあということで本日以上ですね。はい、ありがとうございました。16本、さあこの中から4つ選んで大賞を決めていきたいと思いますけれども、今週はいろいろありましたね。はい、皆さん覚えてます、覚えてますかはい、さあじゃあさって言ってきますよ。丹羽さんが油断するとこうなる。リナッチが見れた流星流れ星とは、バックトゥーザ江川、香港の詐称疑惑、こんなところに進撃の北北星人、アオリンとポッコちゃんの因縁、天使は苦手を克服できなかった、ナナちゃんも赤ちゃんに挑戦、ラスボスの貫禄、イズミン閣下の相撲部屋入門、イズミン閣下は出だしで迷う、なんだかんだで2人は仲良し、リナッチのモノマネ入門、天使とリボンちゃんと山、衝撃リナッチの前髪、スターに新しいキャラクターが登場の16本です。はいあのリボンちゃん、あ、じゃあ17本にしようか。リボンちゃんっていうはい、17本目リボンちゃんってやつですね。はい、さあそれでは参りましょうか。まず1本目、ノミネート作品を選んでください。なんかすげえいっぱいあんな。進撃がちょっと多そうなんで1個進撃にしましょうか。はい、こんなところに進撃の北北星人ですね。はい、じゃこれ1つ入れます。さあそれでは続いて2本目です。ちょっといろいろ割れてますね。てますわで、割れてますけど、江川サーヤン、サーヤンのコメントが多いですね。はい、じゃあ2本目はバックトゥーザ江川にしますね。サーヤンと他にはないですもんね。はい、じゃあ2本目はバックトゥーザ江川にします。はい、続いて3本目ノミネートをお願いします。アイリン乱入、あ、ラスボスの貫禄のやつですね。
アフロディーテ、イズミン、ナナナ、まあ、この3つぐらいですかね、今リオンちゃんも入ってますけど、アイリン、ナナナが多そうかな。アイリン、ナナナにしますか。わかりました。じゃあラスボスの貫禄、そしてナナちゃんも赤ちゃんに挑戦を入れましょう。はい、じゃあ今日はその4つでいきましょう。こんなところに進撃の報告星人、バックトゥーザ江川、ラスボスの貫禄、ナナちゃんも赤ちゃんに挑戦の4本です。4択です。さあ6択くらい欲しい。そうですね、今日のはそうですね、はい、はい、多分6択あったら泡姫とリボンちゃんは入ったんでしょうね、はい。さあニコ生の方出ました、はい泡姫言うなって怒られてるさあ、はい、そのボタンも出ました。さあそれでは皆さん選んでください。テンテレテン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 テレテン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 、さあNG コメントが大量生産されてますね。皆さん押しました？もう決めましたか？最後に見たい対象はどれか？じゃあ締め切りますよ、そろそろ。もうここにね、アフロディーテさん入れるとね、今度泉が出た時にコメントが荒れそうでね。それじゃあいきますよ、5秒前です。4、3、2、1、終了です。ピーン、はい、よし。それでは結果を見ていきましょう。まずはニコ生の方から見ます。ニコ生ドン、おー、進撃の報告星人が 39.8%、 山岸愛理乱入、ラスボスの貫禄ですね 27.9%、バックトゥー江川 18.7%、 高山赤ちゃん 13.6% ということですね。やっぱ四天王強いですね。さあそれではソライブのソロボタンの方も見ていきましょう。どうぞ。数字でドン、ん、おー、僅差で進撃の報告星人になりました。僅差でしたね。おー、傾向的には一緒でしたね、はい、はい、ありがとうございます。ラスボスとね、新人王の戦いでしたけれども、はい、今日はね、進撃の報告星人ということでそれでは最後に見ましょうかね。アンコールリクエストが多かったこんなところに、報告星人、7月28日金曜日のモーニングから届いてました。どうぞ。おはよう、今日は金曜日です。今日も頑張るぞ、えいえい、おお、いってらっしゃい。ここまで、おはよう、ここです。今日は金曜日、ここで出ますか、なんとプレミアムあー
いやいいですね、さすが拍手が来てますなぜかしら拍手が来てましたね、はい、いや面白かったですね、うん、今日はもう一本ぐらい見ときますか、ん？じゃあ2位のラスボス感見ておきますか、じゃあ見ましょう、じゃあ8月1日火曜日のナイトから届いたラスボスです、どうぞ。はい、ということで、そろそろコーナーに行きたいと思います。ここからは気になるリポートです。皆さんから送っていただいたウェザーリポートの中で私が特に気になったものを紹介していきますもう左下が気になってしょうがないね。では見ていきましょう。まずは岡山県岡山市のリカチさんからのリポートです素です、素ですよ今の今ね、ずっと待っててくれたからずっと待っててくれたからアイリーさん、やっと帰って、なんかね、申し訳ない、待たせてって思ったらなんか普通に切り替わる前に出てきたからびっくりしちゃったすいません全然もうね、いつでも入ってきてください、アイリーさん、ありがとうございます気になるリポートです、はいはい、ということでね、この2本がワンツーフィニッシュでしたね、いやありがとうございます。さあ本日選ばれた4本の作品はまとめて YouTube の方にアップ、この後アップしますので、そちらの方で楽しんでいただければと思いますね。赤ちゃん、ナナちゃんの赤ちゃんみたいなやつとかね、全然言えてなかった江川のバックトゥーザフューチャーもね、一回も言えてないですからね、はい、さあということで、いや本日もね面白かったですね、なんか3週間ぐらい貯めたらいいんですかね、テーマ面って何ですかね、3週間見てなかったからこれだけ面白かったのか、あ、何、今週は特に濃かったのかなね、何なんでしょうね、毎日やってくれ、いやいやいや毎日やったら薄くなると思いますよそりゃね、はい、あれ終わりじゃないですよもう時間ですよ、はい、このぐらいのバランスがいいと思いますよ、うん、まだいっぱいあるって、まだいっぱいあるってさ一応送っていただいたのは以上かな、はい、送っていただいた、まあ他にもあるんですけどね、まあ今日ちょっとその濃い内容が多かったんでね、ちょっとその落選してしまったノミネート作品もあったのかなと思いますよ、うん(笑)はい、ということで、あまだね、まだ寝れないって方多いですけど、ね、今ねちょうどお盆休みとか夏休みの方もいらっしゃるとは思うんですけどね、僕ら普通に明日も仕事ですからね、はい、仕事の方も多いと思いますね、ここで一旦ね区切らせていただきますけれども2部は、朝5時からですいや僕は出ないですけど、あれ今日モーニングは誰ですかね、リナッチ、朝リナッチがまた登場しますんでね、リボンちゃんがどんな変化をするのか、 今や妖怪ですからね今や何でもありの妖怪になってますんでね、この妖怪がどういう形になってくるのか、そのうちね妖怪ウォッチみたいな形になってくると思います、ね、
あ、え、まあ、ギリギリ起きてるか。まだ出勤の時間には早いですけどね。もしかしたら起きてるかもしれないですね。はい。あ、なるほどね。こうなんかのメダル作ろうみたいな話に出てますね。あのリボンちゃんのこれまでのリボンちゃん遍歴みたいな、それをメダルを作ってね、これあのウォッチにするとかなりパクリ感が出るのでベルトにしますか。あ、そっちもちょっとありますね。あれ何でしたっけ、あのあれコインで変身するオーズ。あ、オーズだ。ああ、あれもなかなかいいやつでしたよね。はい。なんかこれ3枚とか入れるやつでしたっけ。ああ、ねえ、仮面ライダーとコラボする日が近いって、近くないですよ。ね、仮面ライダーリボンちゃん。あれ、なんかプリキュア要素が入ってきたぞみたいになってますからね。そこを分けないとダメですよ。一緒にしてダメですよ、はい。怒られちゃいますよね。仮面ライダーリボンちゃんはよろしくないと思います、はい。むしろ怪人の方だったらいいですよ。そう、仮面ライダーと戦う怪人的なやつだったらいいかなと思いますね、はい。さあ、ということで、今週も盛り上がった名場面になりましたね、はい。ご参加ありがとうございました。さあ、ということで今週天気的にはですね、前線が、まあね、西からどんどん広がってきて天気を崩していきます。なのでなかなかその日差しに恵まれない週間かなと思います。なので気温もね、少し先週までと比べて少し落ち着いた感じになると思います。でもまだまだ西日本はね、30度超える気温がねありますんで、体調管理気をつけていただければと思います。そして北の方はですね、もうなんか急に寒くなってあれみたいな感じだとは思いますけれども、8月後半はまたね、太平洋高気圧がぐっとこう強くなって暑くなるという、予想になってますんで、はい。あ、函館からもう寒いですわってコメントも来てますからね、はい。そちらもね、風邪なんかひかないように体調管理気をつけてくださいということで、最後は AAO で締めたいと思います。今週1週間も頑張ってまいりましょう。AAO、 おやすみなさい。